的にミュートがされると思います。ハッピーターン。ここ喋れんねや。おや、あ、ミュート入った。あ、ミュート入った。さあ、ということで、始まりましたっていう感じでいいんでしょうか。今私はまあ8割以上が初対面ということでして、敬語がいいのか敬語じゃない方がいいのか、ショッピーさんとかもね、ここら辺ももうなんかこいつもひたすらうるさいですしね、小西島さんもね、マイクが近いんですかね、収録する前に言いましたけど、マイクが近いんじゃなくてただ声がうるさいだけですってね、返されましたけどね、それはそれで問題ですけれども、まあでも初心者の方が多いということですんで、まあなんか昼の1時に収録するっていうよくわからへん事態ではありますけど、やっていこうと思う。皆さんこういう時喋ってるんでしょうかね。まあ一応今テストらしいんですけどね。あー来たね。なぜかと、わなってね、これまあルール知らない人もいるかもしれませんけどね、一応人狼なんですよこのゲームはね。でまあ直してくれたんで、じゃあまあタスクやっていくしかないねんけれども、まあこっちからやっていくじゃあ。あ、何早速やられたんだけど、ちょっとさ、え、誰やったの今、見てなかったな。え、何ラッターが押したんだけど。おお、すごい。え、すごい。あ、ワイワイさん死んでる。おばた死んでる。まだ死んでるじゃねえよ。厳密に言うとワイワイだよ。中央のボタンを押してこうなりました今。なるほど。ああ、なんかミーティング開いてるんですか。じゃあ、そうですね、じゃあ今日の議題なんですか。もう誰の声か、誰の声かわかんねえんだよこっちは。話してもらわないと。まあそう。うん、皆さんルールお分かりですかみたいな確認したかっただけですね今は。いや突き止めろよ。なんか俺の殺したやつを突き止めろよ、ちゃんと。ユーズしてた感じです。おい、はいはいはい、リアクター犯人はいつも一人、2人いるんだよ人狼は。2人いるんだよ。一番誰とも面識がない俺がなんで一番最初に殺されんだよ。一応この左下でスキップってのもできます。本当はスキップボードってある。あ、スキップした。何スキップ誘導してんだよこの野郎。俺は大先生。犯人はあいつに決まってる。いや、おい、じゃあそいつに投稿しろよ。悪いやろ。いや、お前この野郎。ノリで死ぬが悪いとか良くない。何どうなって、誰がどうなってんの、誰がで誰に入れるの。悪いやつ見えるよこれ。おい、なんだよ。皆目見当ついてねえじゃねえか。あ、これわかんないです。おい、こっちは寝不足の中1時に起きてんだよ。お、誰だ、誰だ。やろ、追い出されない。誰も。あ、俺だけだ、ほんだ、この人俺だけ喋ってんじゃねえかこの野郎。こうか、はい。もう全然タスクしてねえじゃんで、ね、誰も。何これ絶対勝てねえじゃん村川さ。あ、ほら鳴ってるよ、ほらこっち、ほらこっちでベンベン鳴ってるよこれ。あ、デッドボーイだって、ほら誰か死んだ、ここ小西島死んだ、小西島死んだって、小西島死んだよ。死んだね。小西島さんがアドミンですね。なんで俺によってこのうるさいやつがお前死んでんだよ。実験報告する直。あ、幽霊になってる俺。あ、これ小西島さん、はい、こんにちは。あ、こんにちは。あ、そこ、こうやって喋れるようになるんですね。そう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 。小西島さんは誰にやられたん。僕はアロマさんにやられました。アロマさんが犯人なんや。あ、そうですね、あの緑の人だったんで、緑の人ってアロマさんですよね。緑、あ、そうやな。俺誰に殺されたんやろ。俺、分からへんねんな。ああ、え、これ幽霊になってもタスクできてるの、できるんすか。そう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 、幽霊になってもタスクしないと、あの左上のさ、緑のゲージがあるじゃない。ありますね、うん。それがいっぱいになったら、あの、勝ちなんよ。なるほど。そうだから村人というかは、はい、死んでも、そう、死んでも生きてる時もやらなあかんね。あ、わかりました、じゃあ働きます。働きますって、お前なんかすごい独特な笑い方するな。あ、あ、そっか、そうっすよね、僕初めてですもんね。全然な、そうやな。てか、楽しいやつやな。めちゃめちゃ関西人ですね、楽しい、楽しいんだわ。これで報告入るから、今から俺ら喋れへんぞ。いや、やばいっすね。あ、キックンさん。ちょっと待って、これ外したら終わりじゃないですか。終わりですね。ショッピ君もか。気持ちシールドで死体があったら、シールドに抜け、上に抜けてった順番が結構怪しいから。猫泣いてんぞ、大将。ナビゲーションの方に行ってないから。ほら、
なるほど。ご飯やれよ。大将。大将か。お前は。いや、これ知らないとやばいですね。何も進んでねえじゃねえか。何回喋って何も進んでねえじゃねえかよ。いやー、わかんねえ。わかんねえ。あ、大将が、あ、大将が喋りすぎたか、これ。いや、これ終わっちゃうかもしれん。これワンチャン終わったかもしれん。これ終わるかもしれんすね。大将がダメだったら、これ負けですよ。どっち？どっちだ？あはは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 。なるほどね。まあまあ今のはマジか。ショッピ君以外全部殺した気がするな。そうなんだ。ショッピ君どこで死んだって知られましたけど。いやなんか右側に意識を向けたくて。いやでも僕はよ死んだおかげでワイワイさんと話せてよかったです。ああ、笑ってただけやけどな。なんと。なんかワイワイさんが僕の笑い声で受けてたんでちょっと嬉しかった。なんやその笑い声、ハハハハって言ってたんですよ。この絡みいいな。頭はそういう感じですね。それ、なに、エサやってへんのか？なんか、めっちゃですよね。どうしたいか。いや今日10人目のメンバーいますよね、なんかいや、ちなうちじゃないからあ、おめちじゃないの、あ、どこ俺じゃないか、アロマさん、アロマさん、いや、俺っすね、多分大将さん、あ大将かめっちゃ部屋に入ろうとしてるんですよ。あー、わかりますわ。え、結構餌あげてないんですか、じゃあでも餌しかないうち、餌しかない、餌しかあげてない、人間のご飯より餌しかあげてない、めちゃめちゃ厳しいやん。さあということでね、私ワイワイと申します、よろしくお願いいたします。まあ非常にこれは珍しいことなんですけれども、今回はねテストの動画を見ていただいたと思いますけどね、前半でねアモングアスかアマンガスかなんかいうね、ゲームなんですけど、まあ宇宙で人狼しようよみたいなゲームをコラボと言いますか、マルチと言いますかね、実況者同士で9人でプレイしようということで、メンバーなんですけれども、皆さんもしかしたらまあ私の方がねご存じない方の方が多かったかとは思うんですけどね、全体的に見てる方の中ではね、まあ、ご存知 MSSP というね、チームがございまして、ゲーム実況グループといいますか、まあ、そこから2人キックンマーク2という方とアロマホットさんというね、この2人が、まあ、参戦してくださり、さらには、我々だというね、何〇〇の主役は我々だというね、まあ、それもまたグループなんですけれども、まあ、そこからですね、名前を挙げますと宇津先生という方、それと小根島さんという方とね、ショッピさん、それさらにはトントンさん、このね、4人が丸々の主役は我々だからの参戦ということになりますね。これで合計6人、残り3人なんですけども、まあ私がまず1人とで、さらには大将というね、まあチームパンサルと言うべきなのかどうなのかね、木野さんの片割れと言いますかね、大将が参戦しまして、最後がラッターというね、まあ普段マインクラフトで青鬼をされている方なんですけれども、この合計9名でまあマンガスやってみようかと、まあ私は誘われたんですけれども、まあ、やってみようかということで、全部で一応ね8試合ぐらいしたんですよ。はい、3時間ちょっとぐらいみんなでわーってやりまして、でね、いざ編集してみて、どないして編集したいかわからんと、特にこの人狼っていうのはね、この間の動きっていうのが重要にもなってくるっていうことなんで、8試合をなかなかね入れるっていうのはまあ不可能に近いということで、まあとにかく1試合目をまず皆さんにお見せしたい。で、まあ、この後にですね、まあ、7試合分ありますんで、それをまあどうしていくかっていうのはまた考えようかなというふうに思います。まあ、それをまた続編としてあげるのか、まあ、はたまたまあなんかの形でねみんなに、トークとしてお伝えするのか、まあ、そこら辺はまだ分かりませんけれども、一旦まあ1試合目というところだけテストに引き続いて、お見せしたいなと思いますので、延べ9人久々の実況者との会話ということになりましたね。アマンガス宇宙人狼をご覧いただければなと思います。ではどうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よし、来たこれ、来たこれって言うたかんじゃん。ちょっと待って、おい今なんかすごいことなったな、キックンだけには絶対近寄りたくないなっていうことでね、もうどっから始まってんのか始まってんのかとか分かりませんけどね、一応若い面々に囲まれて、おじさんが今からアマンガスやるいうことで、ただイベントで会ったことある人はいるんですけどね、宇津先生とかね、まあ我々であの人たちの中でもね知ってる人知らん人はいるんですけど、
まあそれが誰かとかは分かんないですけど、ただ私はおそらくまだこのゲームの経験者な方だと思うんです。初めての人とかも結構いるみたいやから。あ、これうつ先生ね。ちなみにこれうつ先生ですけどもね。うつ先生っていうのはあれなんですか、うつなんですかっていうのもね、あんまよく分かんないですけどね。まあ仮にそうだったとしても触れない方がいいとは思いますけど、基本的にはタスクをやっていきながら、できればこうみんなの面白い実況者たちのトークを。え？え？二人？何？え？二人死んだ。およ。あ、ほんまや。死んでるわ。二名やられた。俺今。島さんがアドミンの O2 直すとこで殺されてましたよ。あ、だから止まんなかった。あ、マジで？なるほど。あ、そっちか。俺も今同時にあの右下のマップシールド付近でちょうどレポートしようとしたら先にそっちが判定入りました、ね。ああ、怪しい。シールドでアロマさんが死んでたって。あ、シールドでアロマさんが死んでたの？そう。え、小根島さんがアドミンで死んでたってこと？そうですね。ラッターさんも見ましたよね。ラッターアドミン入った瞬間なったんで見てはないですね。あの入ってあの押すのもたもたしてたらちょうどラッターさん来たんで。はいはいはい。なんでもたもたしてたんすか。すいません。あのレポートボタンの場所がちょっとピヤつからない。でもあれさ、あの O2 の方でやってたのラッターさんですから。ラッターさんが O2 やってたから。そうですね。O2 のやつは僕やりました。だからラッターさんは僕の後に来たんで、小根島を殺したのは絶対違うと思います。はいはいはい。うん、じゃあ白い俺。あ、そうですね。僕もラッターさん白いと思いますよ。はい、来て。うん、そう。なるほど。じゃあ僕まず先に身の潔白を言っちゃいますね。はい、お願いします。やっ、はい、来たーって感じで言ってたけど、この会議が始まる3秒前まで誰も会ってなかった。おーっと黒い黒いあれ黒い。黒いだろ。いや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 、でもあれっすよね、どこだっけ、ウェポンズで我々らの方々結構いましたよね。そして大先生とかの一緒にやってたかも。長いタスク小根島さんもいたと思ってんすけど、小島さんすぐ下行きましたからね。あ、俺ナビゲーションですよ、うつ先生見たで。あ、はいはいはい。おう、あ、そうですね、うん、小島さんどうやってアドミン行ったんだろうな。ストレージまで抜けてったってことですかね。じゃあ確かに合わなかったから行ったところ。え、俺合わへん。俺だって俺が上ナビゲーションからシールド組に、はい、シールドからストレージアドミンって入ったところになったから。え、その時小島さん見ました。俺その時見てないし、しかもアロマさんが死んだのも見てないから。うん、あ、じゃあその後なんですね。アロマさんその後なのか、うん、あれ会議始まる前に3人ぐらい固まってませんでした誰か。どこらへんすかね。俺知らん。ストレージかシールドコミュニケーションズのあたり。あそこ行ってねえのか。アロマさんの下やったとこじゃないかな。多分俺とすれ違った時3人ぐらいいませんでした。誰やろ。クソイツが犯人かも。じゃあ、あんまり見てないですかね、みんな。今7か、スキップ。今まあまあスキップ、今まあスキップ。ちょっと、じゃあ自分押しますわ、真ん中。ボタン。あ、了解っす。そうか、ラダオが今白目ないな。そういうことか。いやー、白目です。怪しい。なんでや。長さ白いっす。なんでや。ということで。まあ正直あんまり誰が誰かは分かってないんですけど、喋ってる人が。もう周りに言いといた方がいいのかな、じゃあ。これは。俺は。いや、俺の個人的な見解で言わせてもらうと、右側回った時に、うわ、最悪や。ほんで、これで、これ分かってるやつやな。これ多分このシステムを分かってるやつや。おい、これな、めたいけど、このゲームの経験者、うつ先生、ラッター、大将、トントン、あたりやと思うね。はい、押しました。はい、ナイス、はい、なるほどね。大将の行動もう一回教えてください。今はさっきか、一個前か、うん、一個前は普通に右回りで行って、うん、で直前死体があるところのシールドの横左側通るときにワイワイさんとすれ違ったかな、うん、下に下っていくときに。で、はい、多分さっききっくんが言ってた3人ぐらいいたってのはその死体の前でなんかごちゃごちゃって3人ぐらい通った瞬間なのかなっていう。はい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 。うん、でもそれ今言われても確かに。あ、でも確信はついてるかも。確信はついてるかもしんない。あ、なるほど。なるほど。まあ行った時にはもう死体があって、うん、なんかずっ
とアロマさんの死体が放置されてる状態だったんで、なんかそこが不自然だなと思って。ああ、そうなの、ね、放置っていうか、何人もこっち側に来てるのに、シールドの上に来てんのに、あったんで、死体がシールドの左に抜けたら。ほう。どういうこと？え、じゃあ、え、誰が抜けたって？キックンさんと。そこにいたら多分、ワイワイさんとキックン。くんかな、あ、他はちょっと覚えてないかな。あ、それえマジで、だって俺それだったらシールド入った瞬間にさっき終わったから、くんさんとワイワイさんが繋がってる可能性もある。じゃ俺とキックンさんがすれ違ったっていうタイミングはでも時系列的におかしい気もするで。だって俺はもうその子なった頃にアドミンにいるからな。あ、だからキックンがシールドに行ってて、シールドの横で俺とキックンとすれ違って、俺がアドミンに行ってるってだいぶ距離ない、俺の方が。いや確かに、瞬間移動しすぎ。あれの記憶が結構怪しいのもあるけど、俺そんな白目じゃない方向でいいっす。いや、なんか右は怪しいっていうのを言いたくて。ワイワイさん見ました、アドミンで。誰を、あ、俺誰も見てない。アドミンに俺も入った。だからラッターが入ったっつったけど、俺ラッターを確認することもなく、ほんまに入り口やな。アドミンの手前のあの通路のところでなったから。あー、でも俺もアドミンの手前だったんすけど、ワイワイさんいたっけな、うん、南側から来てたから、ね、からは見なかったっすね。でもワイワイさんは今度俺、ワイワイさん、え、これ今度俺、いや違う違う、俺、ワイワイ俺普通に入ってな、俺は怪しい。お前ジャブ叩くなよな、お前残り5秒でジャブ叩くな。え、ちょ、いや、ちょ、いや、もう一回じゃ鳴らして、やばい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 、もう一回、やばい、やばい、あー、ちゃうわ、よかった。いや、どうですかね、やばいワイさん結構わかんないですね。これは危ないぞ。これは右側全員怪しい目で見てます。なるほどなるほど、帰られたなぁ。俺はこれキックンあたり言っといた方がいいんちゃうかなぁっていう気してんねんな。いや俺大将を黒目で見てるから、大将あたりにあれしたいのよな、アクションかけときたいんよな。でも大将、もし仮にほんまに大将やとしたら、逆に俺を今殺してこうへんとは思う。そのあたりがまたむずいよね。だから俺もちょっと黒目で見られてるわけやから、俺を殺すことは逆になってしまうというか、あんまり自分に得策ではないっていう判断ができるタイプの人やから、経験者としてね、それをちょっとね、まあ、考えなきゃならないなとは思ってるんだけどな。あ、ショッピーさんや。これでもショッピーさんあたりとか、こうなんか おしとやかにしてやがるこの野郎があれなんちゃうかとか思ってんねんけどな。もう片方ね、大将とアドミンにいて、エレクトリカルにいて、セキュリティにいて、ストレージやろ。はいはいはい、まあ何も分かってへんねんけどな。回りましたなぁ。ねぇ、これは、エレクトリカルですね。エレクトリカル下か。あの、僕キックンさんと結構いたんで、キックンさんはできなかったと思います。なるほど。アドミンにワイワイさんと一緒におったから、多分ワイワイさんも今回は違うかな、うん、そう、なんかちょっとあれやけど、ちょっとあれ、とりあえず俺はラッタさんとマジで一緒にもう重なって一緒に移動してたぐらいだったん、ね、あの瞬間キックンさん黒だったら絶対やってると思うんで、俺のこと。やってますね。やってますよね、やっぱやってますな。この言い方も怖いです。なんかえ、好きかも。僕黒いかもしれないです。僕今回誰も会わなかったんで。え、大将どこいた？大将さんに、多分セキュリティかどっかで。俺今カメラ見てましたね、ずっと。今の時間。怪しい。カメラ見てるのが怪しすぎない？いや、このベントっていう機能があって、黒側に。お、エレクトリカルから行けるんちゃうのか。まあ、それ言われたら、ただずカメラほぼ一回も切ってないっす。始まりから。一瞬チラって切って後ろ確認で怖いから、うん、でまたオンにしてっていうのをずっとやってました。あ、でもここ誰か釣らないと次ダブルって終わっちゃうんで、ああそうやな。発信する多分2、30秒前ぐらいかなにあのセキュリティ通ったと思うんですけど、はい、その時には多分いてましたよ、カメラの前で多分チェックしてました。ああ、ありがとう、その証言を。まあ、多分怪しい。でも怪しい、通路的に通ったのは他いないと思うんで、うん、照明はまあカメラのランプついてたぐらいしかないっすね、俺は。だから結構先にやってたとかね、大将が。この状態だったらもう大将以外ありえない。マジ？まあ、エレクトリカル俺横切っ
った時誰も LP ワイワイが一緒にいたとしてトントンさんもまあ僕も黒いですねあんまりあのさっきそうですよね小根島さんを自分でやって自分でレポートした説もありますか、まあまあ、怪しいカメラ見てる限りその犯行現場的なのは映ってないんで俺もなんか誰かにこうお前だってのはちょっと今言えないっすねえカメラついてたの結構見た人いますかねカメラ赤いランプがつくんですけど見てる人いたらなんか僕さ撮った時に言ってた見たん1回だけですねうわーこれ釣らないとやばいっすね誰かやばいやばいやばいじゃあ大将かトントンってことだろそうですねうわそんなえもうどっちか敵ランダム入れんでおーこれはどうだいやわからんよなもうかけよな待ってくれこれかけですねかけやいやしゃーないこれは頑張ってくれどっちなんやどうしてもらってもいいかいやーちょっと待ってよこれでキックンやったらちょっとだいぶまずいけどなキックン最初来たー言うてたからなほんでもうタスクが一切進んでへんからな何度も言うがただもう一人よなちょ待ってもうこれだけやらしてもう仮に大将が連れてたとしてあと一人がまあマジ皆目見当つかんけど今残ってるとこで言うと確かキックンとキックンショッピトントンみたいな感じだったと思うねんなとラッターでラッターはもう全然黒目で見れてへんから俺はもうまあ腹はグロいんやろうけどでそれを考えるとトントンかショッピあたりのどっちかとかさ全然喋らへん方とかそういうなんかなと思ってんねんけどこれでも今これいっぱいいるからまあとにかくでもタスクはせなあかんとは思うねんけどみんなタスク終わってんのかなうわやっぱ閉じ込められてんねんけど俺離れ離れみたいやってるやんなんかこれちょっと待てよ今動き的には全然問題ないけどタスクもだいぶ進んできてるしまあ俺とラッターとキックンがこっちに寄ったんかな今なんかショッピさんが死んだりんな何これえどうしたらいいか分からんけどこれ何えなんか分からへんあれ何待たなあかんのこれ全然分からへんねんけどまあちょっと違うタスクのとこ行ってみようかちょっとはぐれてもうたけどな今これなはぐれたはぐれたで問題ないよななんかなうわなんか俺もうこれ殺されそうな気すんねんけど嫌やな殺されへんかったとしてもほんであれやろお前どこってみたいになるやろ多分このゲームとかうわしかも最悪やもうこんなところでこんなカードのやつとかもう俺めっちゃ苦手やのにうわむっちゃうまいやん言うてることしっちゃかめっちゃかなってきてるあ俺タスク終わったんじゃんこれタスク終わったな終わったんこれいっぱいあるけどまだあんまりよくわからへんけどあトントンやあトントンラダーをあと黄色と紫こうやろちょこれもさっきタスク終わらそうじゃあこれタスク終わらしといて今でも今んとこえ全員いたってことなんのよな違うんかなまだ死んでないってことかうわちょ待って俺ここはぐれた俺を狙ってくるってことないこれないかなうわちょっと待ってキックンとか違うかどこに行けばいいか分からへんこっちか O2 のやつやな多分なああトントンとショッピがいたなまあこっちのタスクもするかあれ全然でもアクション起こらんなこれ怖いななんか死んでるってことないよなえ普通にえなんでタスクが進まねえのこれまず電気直した方がいいんじゃないこれちょっと待って、喋ることとか特にないんだけど。困るな。押せよ、ラッダー。真ん中のボタンを。あれ押すのは押すので、お前、あれだぞ。ちょっと勇気いるんだぞ、お前。8割方初対面なんだから、この野郎。無視欲しいな、もう。誰とも会わないし。まあでも、ずっといつもおじさん一人喋ってるからね、なんかこうやって、みんなでガヤガヤとやらせてもらえることは嬉しいわ、ほんま。ありがとう。言うとくわ一応どうせあれやろ我々だファンとか見に来てんやろ一応おじさん我々だのななあ聞いて一応おじさん我々だとな喋ったことあんでプライドないんかこのおじさんには何どうなってんの早く押せよもう押してやろうか
もうずっと普通にタスクしてるだけのおじさんになってんじゃん、これ。もう誰か押してよ。もう固まれよ。これ二人でせーので、せーのというか二人でやらんと、開かへんのよ。開かへんっていうか、まあ開くとか開かへんとかわからんけどよく。おい、ショッピと、ショッピとラダーをトントンな。キックンいいひんよ。キックンは、ちょ、これ俺、にして。ショッピートントンはおるやろ。でキックンいいひんよな。キックンいいひんくない？キックンいいひんなってんで、なんかラダオやろ、ショッピートントンやろ。あ、ラダオ、ほらラダオ1位や、ラダオ1位でいって、ほら、ラ、いや、これラダオとか白いな、結構ラダオとか白い動きしてんな。ラダオ、ショッピーあたり白い動きしてるけどな。でもラダオはぐれました、今ラダオは今はぐれました。ショッピー、あ、ショッピー行った、ショッピー行った。あ、ラダオが追いかけるように行った、ラダオ追いかけるように行って、ショッピーが倒しに行った。それをつけなすよ。あれ、もう一人どっか行ったぞ。もう一人どっか行きましたけど、キックンは、あ、ラダオ行った、ラダオ行った。あ、でも治った。ってことはラダオとトントンは白そうやな。ラダオとトントンは白そうや。あ、トントンとラダオ離れましたね。ラダオとトントンが離れた。あ、ショッピーできた。お、こんなとこからショッピーできたぞ。お、ショッピー、お、ショッピー、ショッピー俺を見てたんか、ずっと。ショッピー俺を見てたっぽいな。ほんだ、ラダオがどっか行った。あ、ラダオ戻ってきたよ。トントン出てて。え？え、これトントンじゃないじゃん。トントンさんがやってました。あ、違います、ラッターさんです。トントンやってました。俺、ちょっと待って、俺が鍵握ってるわけか、今。そうですね、これは。いやー、どっちも白目で見てたんやけどな。いや、これね、でもね、これあれなんですよ、 O2 かなんかのタスクやった時に、ショッピ君と僕が多分上下に分かれていったんですけど、それ終わった後ぐらいに行ったら、アドミンであれなんですよ、ラッターさんがあだ名をショッピング殺してたんですよ。いや、ワイワイさん、ダメですよ、こんな豚さんの言い方。ちょ、アピールして、もっとアピールして。アピールして、わからん、わからん。まず、間違いなく僕ですよ、これ。え、まず、キックンさんと俺、ラッターは割と白同士で話してたじゃないですか。はいはいはい、はい、お互い、うん、見てて、俺も白で。トントンさんは2日目から結構なんか一人行動で怪しいみたいな。そうですね、でも、まあ言ってたね、言ってた言ってた、うん、なんかエレクトリカルで誰かが死んだ時に、うん、ロアエンジンからセキュリティ方面に抜けてったみたいな感じで、うん、なので、うん、もうトントンさんは結構グレーだったんで、うん、やったと。あ、でもそれ単純にグレーっていうだけじゃないですか。まあそうやね、まあ確かにそうやね、うん、これが違うんですよ。いろいろ多分なんか妨害やったと思うんですけど、その度に僕 O2 とか結構直してました。あ、直してたね、確かに、うん、直してたのはもう白塗りしてほしいからっていうことですね、これは。ちなみにさっきその直前になんかわわってなって右側行ったよ、二人とも。はい、行きました、行きました。ショッピ君はそれを、俺を見守ってくれてたのよ。はい、カメラルームで見守ってくれてたんで、俺はずっと二人を追ってたわけよ。ほんで二人とも行ってたんやけど、あれは何、二人で直したわけ？O2 はトントンさんが確かに直してました。僕は上側直しましたよ。ただまあそこはキルクールダウンで俺をやれなかったのかなっていう感じですね。なるほどね。だからこれ大将はとりあえず人狼なんですよ、さっき連れて。まだ終わってないんで、ゲームが。それは多分間違いないですね。はい、でセキュリティに大将がいたっていうのを変わったのもトントンさんなんですよ、うん、もっと、もっとなんかそのもうもっと逆に俺を褒めてみて、褒めてみて、もっと俺を乗せてみて一回。ワイワイさん動画面白いなと思う。ワイワイさんって動画に冷静でいつもかっけえからな。かっこいいよな。いや、こういう時に真摯でいつも普段笑い取ってるけど、こういう時にしっかりとね、こう冷静な判断ができるからかっこいいですね。はいはいはい、すごい下回りますね、トントンさん急に。オッケー、じゃあ二人はもう入れ合うわけな。はい、オッケー、二人は入れ合うってことで。これワイワイさん頼みますよ、マジで。お願いします。頼む。いやー、どうや。勝った。やりましたよ。勝ちました。これは勝った。ようやく勝ったよ。みんな、みんな、俺らの勝ちで。マジマジ、クソ爆笑したわ。いやー。やっ
してくれたわ。お前顔のこととか言うからさ、なんだよ。やってくれたわマジで。違う違う。罪深いよワイワイさん。ついに結構出したよ俺今。マジか、いや素直に言っとけばよかったな。本当に。ごめんみんな、今マイクミュートにして言うけど、単純にボタン押す間違えた。出なかったんちゃうん。いや、それは食べねえな。いやいやいや、急に褒めたらダメなんですか。マジか、トントンが一番で言ってたよ、でも直すのとか全部。いや、白塗りですよ、それは。いやー、普通に言ったよかったな。いや、やっぱ褒め方が足りてなかった。いや、申し訳ない。ショッピングを殺した時に、あの、ラップ出た。さあ、ということで、まさかの、押し間違いと。あのね、だからもう あの最初最後の話し合いをした時には、まあ今はもう結構日が経ってるんでそんな厳密に覚えてないんですけど、普通にラッターを白で見てたんで、私は最後の最後までね。だから一番なんかんと思ったのはラッターを俺押したじゃない。でそこでも俺は間違えたとは思ってないわけよ。ほんまに頼むと思って俺はやったのよ、ほんまに。まあ、どうやら誰どこの誰かが分からへんけど勝ちましたよみたいなことを言ってたんだよね。でも俺正直その全然分からへんかったわけ。初対面すぎ、何をどっちの誰が喋ってるかがもう分かってへんわけ俺は。ほんで蓋開けたらなんか負けたみたいなことになって、もうだからあの時のマジかよっていう俺の言葉っていうのは、あ、俺そっちに入れたんやっていう、マジかよだからね、本気で。ほんでこの話自体も、もうあの後ずっと俺ごまかそうとして、いやもうこれはしゃあないと、実況者としてこれは言えへんっていうことでずっと伏せてて、今でも伏せてるからね。その後でももう俺は語ることはせえへんかったもんね。まあ一応ラッターが顔のことについて触れてくれてたからあれは良かったけどかな。いやー気まずかったのはね、もうこの後はまさに息を潜めるようにね、私はあの7試合やったのかなとは覚えてるんですけど、もう単純にねラッターを押したいっていう、どう言えばいいのかな、背中を押したいっていうところが単純にボタンを押してということで、こればっかしはね、ぜひあの事の真相ということでね、参加者の方にはね、皆さんがぜひ お伝えいただける、僕の口からはちょっとね避けても言えないというところもありますので、はい、すいませんでした。